ね、はい。それではね、リラックマの中身見ていきたいと思います。ばかり。はい。これが、昆虫丼です。昆虫丼。ね。昆虫丼って感じですね。昆虫丼。はい。これサムネに使おう。これサムネに使いますよね。はい。ということでね、昆虫丼作ってみました。美味しそうですね、ほら。ね。昆虫丼。じゃあ解説していきますと、このね、一番でっかいコオロギがね、ジャイアントクリケッツ。ね。台湾大コオロギですね。そしてその奥にいるこの子が、これがね、オケラです。ケラ。ね。モグラコオロギなんて言ったりしますけども、ケラ。そしてこれがバッタですね。バッタ。そして一番でかい、この玉座に鎮座しているのが、台湾タガメでございます。そしてね、これが、ね、ちょっとね、土の匂いのする、あまり美味しくない、もう言ってしまいますけど、あまり美味しくない昆虫、カブトムシ。ヒメカブトですね、多分ね、これね。そしてこれがね、コオロギですね。双星コオロギです。はい。そして、その奥にいるのが、これがね、まあ、シルクワーム、カイコちゃんですね。モフモフハムスター、カイコちゃんのサナギでございます。そして、この奥にいるのがね、これ、とても美味しい、ね、竹ツトガ、竹の中にいる、ガの幼虫ですね。はい。ということで、昆虫、欲張り盛りセット、ね、欲張り丼、ね、ドーンって感じで作ってみました。じゃあね、早速食べていこうと思います。ね、カブトムシちゃんちょっとね、あんまり美味しくないから、僕ね、あんまり好きじゃないんで、ちょっとね、これでね、お残しします。ね、カブトムシさん、せっかく乗せたけどね。ヒメカブトね、まあ、僕、標本持ってなかったのでね、この死骸でね、ちょっと標本ということで我慢しようと思います。あー、土の匂いと標本の匂いがするんだよな。カブトムシちゃんね、まあ、普通に食べるよりは食べやすくなってるんですよね。バグームさんの、力によってね。でもね、やっぱり僕にはあんまりね、僕はあんまり好きじゃない、味だったので、カブトムシちゃんは、これはね、見るためのね、ものとしようと思います。そして、この子たちは食べます。じゃあ、早速、いただきます。ね、食べよう食べよう。お腹空いてるからね。うん。よし。じゃあ、ちょっと混ぜるか。混ぜますか。混ぜるかな。いや、混ぜないでそのままいってみるか。ね。じゃあ、シルクワームちゃん。うん。うん、美味しいね。なんかね、顔が映った方がいいとかなんとかみんなね、言ってたので、顔っていうかね、口が。これ口映ってる？今口映ってます？これ。うん、口映ってるね。うん、うまい。ご飯も食べましょう。うん。うん、合わなくはないですね。うん。ただちょっと塩気が足りない気がするな。うん。塩気が足りない気がする。まあ塩気が足りなくてもね、いいか。うん、いいですね。細かいことは気にしない。ね、じゃあこの竹ツトガとね、ご飯一緒に行ってみますかね。いただきまーす。竹とかね、そんなに味のする昆虫じゃないので、うん、ふんわりとね、くるみっぽいような匂いがしますけれども、ほぼご飯の味に制圧されてますね。うん。ほぼご飯。うん。米の味だね。じゃあ、この、ふたふしコオロギちゃん、行ってみたいと思います。うん。うまい。これはうまい。うん。普通にうまい。うん。鶏ガラスープの素をかけてご飯を食べてくる感じです。本当に。本当にそんな感じ。うん。じゃあこの、イナゴちゃん、イナゴじゃないや、バッタちゃん。うん。うまい。うん。うん。うん、ご飯に合うかって言われるとそうでもないですね。うん。酒のおつまみにバリバリ食う感じですかね。じゃあ、この、ジャイアントクリケッツとね、ご飯一緒に行ってみましょう。いただきまーす。ほら。うん。うん。美味しいけど、米には合わないかな。ラーメンに入れるのが一番美味しいですね。コオロギ系はね。じゃあこのオケラちゃん。オケラちゃん行ってみましょう。オケラちゃん。ね、ケラ。うん。うん。まあ、うん。ご飯と一緒に食べるっていうのはね、あんまり、ね、昆虫の味がわからなくなるので、微妙ですね。うん。じゃあこのね、巨大。タガメちゃんと、ご飯一緒に行ってみたいと思います。タガメちゃんだけちょっと紹介しとくか。タガメちゃんね。
これです、これ。台湾ではね、結構普通に食べられてるみたいですね。うん。水生昆虫の王者。ね、このお尻の、このお尻の部分で、呼吸します。あー、ちょっと破けちゃってますね。うん、タガメちゃん。じゃあタガメちゃんとご飯一緒に行ってみたいと思います。タガメ寿司ですね。タガメ寿司。ね。酢ないけど。うん。いただきまーす。硬い。うん。うん。あ、でも、タガメはね、それなりにご飯に合うかもしんない。うん。タガメはちょっとご飯に合うかもしんないですよ、皆さん。ほのかにね、エビの匂いがして、結構味が強いので、タガメちゃんはね、うん、ちょっとご飯には合うかもしれない。あとね、ちょっとね、奥から香るラフランスのようなね、ちょっと梨のような匂いがするので、うん。タガメちゃん香料としてもいいんじゃないかな。うん。ただし硬いので、ちょっとね、茹でたりした方がいいかもしれないですね。じゃあ残り一気に。